はい、それでは、ベリンガー X タッチ、それと X32 ラックがこの足元にあります。X タッチと X32 を Wi-Fi で、単独同士でつなぐという方法を紹介したいと思います。まずですね、X32 にはAMAC Express、Apple のですね、小さいあのルーター、ワイヤレスルーターを使ってます。それと、Mac と、X32 の間でもあの普通につなげたことがあるという前提で話を進めさせていただきます。で、まず、X Touch 自体はイーサネットで、つなげば X32、まあ、多分途中にルーターとかがいるかもしれませんが、つなぐことができます。それではあのケーブルが間に入るということで、iPad でやるようなんですね。あの、まあ、歩きながらは無理なんですけど、間にケーブルがなくても、できる方法ということで、ちょっと今、完成というかあの成功したのでちょっと紹介したいと思います。間に入れる機械ですが、ボネッツという、聞いたこともないメーカーだったんですが、何かできそうだったんで、ちょっと買ってやってみました。モデル名が VAP11G というものです。はい、これもなかなかあの使えるという報告もなかなかないままだったんですが、あのこれのまず、設定の仕方からですねやっていきたいと思います。これは何かと言いますと、リピーター専用機です。こういったもので、本体とこちらにイーサネットポートですね、はい、それと、電源供給用の、USB ですね。これはここ外れになってますが、普通に電源を取れますが、まあまあ、 あの USB 電源が取れるのはそれが一番楽でしょう。これをまず、設定するために、コンピューター、これ実はWindows 用の設定ソフトがあったんですが、それで試したら全くこうどうにもできなかったんで、ちょっといろいろ見てですね、この裏側に、コンフィグ用 の、 あの URL がついてますんで、この URL、ユーザーネーム、パスワードまでこれ入ってます。で、そこにつないでみます。Mac に、これ Windows でもできます。Mac にイーサネットと USB をつなぎます。まあ、電源が入りますんで、これ電源も何もありません。これリセットボタンも効いてるのかどうかわからなかった。一度リセットできたかな？これリセットできると思いますが、で、既存の、ワイヤレスがあるんだら、それは消しといてください。で、ここの URL を入れていきます。ボネッツ .cfg。これなんか、何度かこういかないとできなかったりとかするんで、ですね、いけませんね、はい、いけないようなので、IP アドレスを入れます直接ですね。これルーターにつながっても持ってるみたいですよ。これね、これあの一度ルーターにつながってしまうと、こいつ自体がルーターからアドレスを持ってきてですね、あのそこにそのアドレスに固定されてしまうみたいなんで、あの一度ルーターに設定したものは多分ルーターを切った方が話が早いと思います。いかないなと見せると見せずとこになってるな。接続されました。
行きましたね。はい、これ中身が見えました。これでこの裏にも書いてますが、アドミンというのがユーザー名とパスワードです。で、これ中身が見えてます。でこれいろいろ設定多分せんといかんと思います。実際リピーターにもなってるんで、リピーターのセキュリティですね、はい、とか、やってこないと多分勝手につながれたりすると思います。で、次にですね、つなぎたい、つまりX32 に実際つなぐためのワイヤレスルーターですね、のスイッチを入れます。で、こいつ自体にワイヤレスルーター、どのワイヤレスルーターに自動的につなぐかという設定ができますので、その設定をしていきたいと思います。今実際こいつから、ワイヤレスをこう見てる、どう見えてるかというのをこう今表示してるんですね。もうそろそろ出るかな、出たな、はい。でこのルーターに、つなぎたいと思います。でこのルーターの、パスフレーズをこう入れますね。でアプライしておきます。オートマチックですね、はい。でこのリピーターパラメーター&ホスト、ここら辺の細かいところはねよくわからないんですよね。で、このリブートしてくださいと、デバイスをリブートしてくださいということが出てきましたので、で、こいつを X タッチにつなげたいと思います。で、X タッチ自体の、設定と X32 の設定なんですが、X32 は、いろいろこう設定があるんですが、このミディコントロールですねの部分の X タッチオーバーイーサネットがオンになっていることを確かめておいてください。それと X タッチは 1.15 です、バージョンがですね、2017年5月時点での最新版です。去年2016年の何月かに出たやつだと思うんですけど、それで、セレクトボタンを押しながらパワーで上げてもらったらモードが変えれますので、モードは、私の場合 XCTL モードで、ネットワークで、多分このスレーブ IP っていうのはこいつ自体の IP は何にするかということだとはと僕は思ってるんですけど、ちょっと分かりません、はい。でこれは適当にこの X32 に、つなげてる、ルーターのアドレスの範囲内の一番近い感じのんでやってますんで、はい。で、あとは DHCP ですね、オンです。でこれが一つ引っかかったところなんですけど、X32 の方も DHCP にしといてください。それまで私もスタティックアドレスで決めてやってたんですけど、それだとうまいこといきませんでした。で両方とも DHCP にして、
実際アドレスはルーターに任せるという形にしてすんなりいきましたんで、それですんなりいくと思います。で、この設定が終わったらセレクトを押すと、押すと探しに行ってくれます。こいつ自体のアドレスは多分下のね、10-0-001-34だよということで、になって、スキャンしに行って行きましたね。これで、実際コントロールできているはずです。これはバードコネクションのコネクトで Mac の方もつなぎました。で動いてますね。はい、これで、完全にこれがそれぞれが独立して、ルーターを通して直接 X32 につながっているという状態になってます。まあ、実際の話、この X たち使うときにはコンピューターが目の前にあってディスプレイとして使うっていうのは一番楽な使い方だと思うんですけど、まあ、場所の関係とかでですね、X タッチしか置けないとかいう場合には、これがすごく役立ってくれると思います。まあ、途中でですねコンピューターは別 の, IP アドレスにつながないかんとかですね、いろいろ事情はあると思いますので、現場では。はい、であとはX タッチのこのオーバーレイですね、これを覚えていくだけだと思います。これね、オーバーレイレキさんが出してくれたら嬉しいんですけどね。はい、では以上でございます。